岩屋古墳は、愛知県小牧市にある古墳、岩崎山南東側山麓、高市道寺近くの竹屋部内に位置しており、古墳時代後期の6世紀末から7世紀初頭に、築造されたと考えられていた。区画整理事業に伴って2007年8月から12月まで、発掘調査された後、岩崎山北東側の岩崎山公園に移設、復元された。沿道から見た。 石室内部発掘時には北西側を除く噴球砲度の大半が失われていたが噴球周辺で検出された溝上以降を周光と仮定すれば古墳の規模は約20から25メートルと推定されるという南、西側では沿道の石材が露出するまで崖上に砲度が削り取られて石室材の一部が転落し東側に至っては 石室東側が露出する状態まで紛糾が完全に削り取られていた。これは古墳裏手の石切り培の通路を確保するため、江戸時代に掘削された可能性が高いとされる。石室は、疑似両袖式の横穴式石室。原室は、銅針型で、全長3.8メートル、幅2から2.2メートル、高さ2.2メートル。玄門の幅は1.2メートル、高さ1.8メートル。 沿道は残存長で3.6メートル、幅1.9メートル。石材は岩崎山から切り出された花崗岩。原質は持ち送り済みで3から4段の石を使って構築されている。規定石には1メートル前後の石材が使用されており、鏡石は幅1.5メートルほど、原本石も埋没部分まで含めれば全長2メートルを測るなど、比較的大きな石材が多い。また、 いくつかの石材には築造当時のタガネによる加工根が確認されている。内部からは家型石管の蓋などが出土しているが大半は失われており、石材として利用するために持ち出されたと考えられている。推定される棺の長さは2メートル。材質は歴史業界岩で石管材のみ前寺や付近から持ち込まれたものと推定されている。なお、 噴球のさらに下層からは、縦穴式住居4棟とそれに伴う、溝状以降7本、さらに20箇所以上のピットが検出された。副葬品の末期は7世紀前半に否定されており、古墳の築造はこの時期と考えられるという。また、古墳の床面付近から山茶湾が出土していることから、古墳の洞窟が始まったのは13世紀前半と推測されている。 天井石にうがたれた矢穴発掘調査の後、解体された岩屋古墳は、岩崎山公園2分、計30メートルの円墳として復元された。移設に際しては、不足する石質材などを補充したほか、大半が失われていた墳球も復元しているが、墳長部分については、天井石などが観察できるようにあえて復元せず、墳球へ登るための階段などが設置されている。なお、 天井席には三つの矢穴が残されており、その大きさや深さから名古屋城の築城が行われた、慶長年間のものと考えられている。岩崎さん交通手段参照、ありがとうございます。